そしてファイターズファンの皆さん、タイガースファンの皆さん、江越大賀選手です。まずは8シーズンプレーをした阪神タイガースのファンの目の前でこのヒーローインタビューというのはどうなるわけなんでしょうか。いや、僕自身すごく楽しみにしてた試合だったので、まさかヒーローになれるホームランも追い込まれた中でのライトへのホームランでした。あの一打はどんな感じでしたか。いや、びっくりしました。手応えいかがだったでしょうか。手応えは良、まあ、かったんですけど、野球が低かったのでライト前かなと言っちゃいました。ホームランの瞬間はタイガースのファンも江越選手のユニフォームを掲げていました。ありがとうございます。新天地で迎えた今シーズン、この1本というのは江